い、みなさんこんにちは、なみきです。今日はこちらブリック&ウッドクラブに来てあります。さあ、今日は村井さん何しましょう。今日はですね、はい、ちょっと過酷な企画をご用意しました。過酷な、こんな冬に。はい、そうですね、まあでもちょっとね、ちょっと暖かい、秋は暖かいですね。僕は厳しいゴルフ、厳しい設定でやってもらった方が上達するんじゃないかなってことで、はい、可愛い子には旅をさせろ企画。ほう、ダボを打ったら即終了ラウンド。全然パチパチじゃないけど。なるほど、ってことはボギーまでしか打っちゃダメってことですか。ボギーまでしか打っちゃダメです。厳しい。まあだから今の並木さんのアベレージから言ったらダボは出るんですよ。出ちゃいます。ダボは出るけど、ダボを打たないように頑張るっていう気持ちで。なるほど。そしてもしいきなり打っちゃうと一ホールで終わりっていう視聴者からのこう残念な思いも届いてしまうという。ごめんなさい、頑張ります。はい、じゃあいきますか。お願いします。緊張する。もちろんそのままの18ホール行ってもらって構わないんで。そうです、とりあえずここ今は5番からスタートなんですけど、はい、9番までは行きたいな。5、6、7、8、9、5ホールは攻めて。そうですね、はい、そういったら最高ですよ。最高、スコアもいいと思います。よし、じゃあ行きましょう。こちら5番ホール、119ヤードのパー3。そうです、パー3からスタートしようと思います。ここは優しいな、ここは優しい、パー3スタートっていうのが。いきなりダボ打たれちゃうと終わっちゃうんで。はい、今測ると今日は実質124でしたね。で、下がやっぱこう結構崖っぷちになってるから大きめの方がいいですよね。そうですね、ここ は、 はい、ブライソンさんは今日キャディーさんで。はい、そうですね、キャディーとしてアドバイスしたいと思います。フロントエッジまで届くクラブであれば大丈夫ですね。あ、本当ですか。奥まで行っちゃうの、ピンの奥っていうかグリーンの奥行っちゃうとちょっと寄せにくいんで、ピンが結構後ろのエッジに近いんで。はい、よいしょよし、じゃあ6U で行きます。あ、左すぎ。うわー、これ左すぎ。あ、落ちた、見えましたけど、はい、超左行っちゃった。距離で言うと30、はい、56度でちょっとピンよりかは左目狙いたい、はい、大きいかな。なんか転がりが良かった、勢いが良すぎちゃった今。ね、この手前にクッションしてればちょうど良かったけど。うわ、本当だ。え、結構大きいな。落ちちゃったかな。落ちちゃったね。これはもうそこのエッジに落とせたらいいぐらい。そうですね。もう本当こんだけ芝生が薄いってなんだと思って、パターもありますけどね。イメージが出る方でいいと思います。最近パターじゃなくてアプローチ好きですもんね。はい、好きです。56で、おー、うまい、すごい、入っちゃえ、すごい、これたまたま良かった。いや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 、完璧でしょ。いやいや、だって今言った通りだもん、エッジの手前に落ちて。はい、さすがアプローチ好きと言ってる。たまたまです、これは。これいわゆる OK ですね、もう。はい、入れます。あった、ナイスボギー。おー、怖いよ。ボギーです。さ、でもこんなアプローチいいですね。アプローチいいんです。はい、ちゃんとイメージできれば。で、ほら、企画もよかった。ちょっとアプローチ、2段目のアプローチした時やばって思ったんですよ。あれ、これ企画どれみたいな、焦りました。よかったよ。僕も内心焦ってましたよね。焦りますよね、2段目打たれちゃったら。怖い怖い。続
続きまして6番ホール255ヤードのパー4です。無事ボギーでしたので2ホール目続行2ホール3ホールと言わず、そうですね、頑張りたいです。私5ホールとおっしゃってたんで、はい、あのバンカー、正面のバンカーに入るか入らないか見ておいた方がいいかもしれないですね。意外と入るかな、104、そうですね、148やってですよね。あ、確かに、まあ、打ち上げアゲンストなんで、いや、そうだな、微妙だな、ドカーンって当たったら入るかもしれないけど、はい、まあ、でも148だったらそこまでもしかしたらキャリーで行かないと入らないと思います。こんだけ打ち上げてるんで。狙いは白旗よりか右の方がいいですかね。白旗より右の方が多分セカンド打ちやすいですちょっとさっきからね、左出ちゃってるから。おお、こうだ。そんなら大丈夫でしょう。こうだ、よし。おお、完璧だ。シャア。おお、飛んでる。オッケー、これオッケー。飛んでる飛んでる。よしよしよし。ちょっとね、腰先行ができてなかった。いや、今いい球でしたね。はい。やっぱ私の中でトップちょっと止めるイメージだな。止まってないですよね、見た感じ。わかんないですよ。嘘。よくなみきちゃんが止めるイメージだなってよく言ってるんですけど。トップで。で、私の中で止めてるんですけど、多分見てると止まってないですよね。松山秀樹的な感じですか。そんなかっこいいこと、そんな無理ですよでも止めるぐらいじゃないと私突っ込んじゃうんですよね、結構、はい、こう体、まあ、以前あの飯島プロがおっしゃってたそこの右手で一回受けるっていうイメージですよね、はい、そうです、このこのおそば、はい、おそば、おお、88の上りと92、うん、めちゃくちゃいい、狙いやすいアングル。8番ですね。これはピン方向でいいですよね。はい。ただ手前 NG ですね。はい。奥の方がちゃんとキャリーでしっかりフロントエッジまで打ちたい。うん。8番。ナイス。うん、大きい、大きいぐらいだけど8番だよ、大きかった。あれ何ヤードって言ってました。90、あれ今私のボって言ってましたっけ90いくつって言ってましたよね。ですよね、だから8番でいいはずなんですけどね。本当、え、大きいですかね。いつもそんなもんでしたっけ、8番って。7でもう最近100超え、110とか超えちゃうから、はい、まあでもめっちゃいいところですけどね、多分意外と距離感いい感じかな、うん、あのちょっとへこんだところに落ちたんで、はい、逃げにくいだけで。そうですね、まあちょっとグリーンの横、真横ぐらいじゃないですか、ピンの。あ、まあアプローチ好きだし、はい、よしよしよしや。でも私ピンデッドに打っていったな、距離的に。うわー、パターもと思いつつも、パターでいいんじゃないですか。まあ枯れ芝なんでね、もうちょっとボギー打てないんで、あ、ダボ打てないんでいや、ボギー打たない気概でやってください。はい、そうですね、パターで、で、これもちろんちょっと、ピンまでだったら、うん、そんなにこういかないかなと思ってて、いかないですね、その手前のところで若干フック入るけど、そこからストレートですね。奥の方が危ないですよね、はい、奥、まあ、打ちすぎちゃうとね、いや、ちょっと手前だね、ピンを3メーター以上打っちゃうと結構今度段の下りが入っちゃうんで、はい、じゃあここからピンまでのまずそのエッジら辺に、うん、打つイメージ。ちょっとね、手前逆目入るからウェッジでもいいかもな。ウェッジがいいですかね、うん、パターちょっと怖いかも。これ落ちてきますもんね、まあ、結構ポコッ、うん、どうしよう、微妙かな、微妙、確かにこれ見てください、結構逆目、ここなんか引っかかりそうですね、止まりそう、うん、難しい、まあね、ジャッジ難しい、でも確かにウェッジもポンっていっちゃう可能性もある。まあでもパターできるかな、ちょっと左目に置いていつもよりボールを、うんうん、そうですね、あのしっかりパターのロフトを生かして打てば、うん、そうしましょう、それだと優しすぎるかもな、ちょっと強めですよね、はい、うわ本当だ、うん、ストップストップ
もう、うわー、でウェッジで打つか。いや、ここはパターでいいと思います。逆にパター、はい、あ、確かになってないから。逆目だったんですけど、今回はもう、はい、で、今の距離感掴んだと思うんで、はい、次はうまくいきますよ。さっきので弱かったのも結構強めでいいですよ。 OKOK、 よっしゃ、危ない。今のもちょっと危なかった。ダメだ、ダメだ、ダメだ。うわー、やってもうた。ナイス、ダボです。というわけで、はい、終了でございます。すいません、ダボ打ちました。いやー、2ホールしか回れなかった、やば。まあ反省するのであれば、はい、やっぱあれですかね、2ホール目の3打目ですかね、あの要はパターのアプローチ。あー、まあ、そうですね、僕もキャディーとしてついてるんだったらもう少しやっぱ距離感、やっぱ本当素振りしてる段階で小さいと思ったんですよ、パターの。あ、本当ですか。あのバックスイングが、ただそこであんまパンチ入っちゃうと、まあ多くいっちゃうからって、あんまね、これも本当口出すべきかどうかっていうのは悩んじゃいますよね。あそこでも本当に、まあ私もめっちゃ迷ったね、ウェッジでって思ったけど、でもウェッジもポンっていっちゃうと落ちちゃうし、本当にどっちにしようか迷った挙句、距離感がうまくいかなかった。もうこれは私の責任なんで。悪いクラブチョイスではなかったと思うんですけど、うん、ね、あのふわって打つアプローチ、並木ちゃんは得意じゃないので、パターは全然間違った選択じゃなかったと思うんですけど、しょうがないですね。まあただですよ、あのダブルボギーのパターはよく入れたと思います。あの返しも 1.5 メーターぐらいあったと思うんで。そうですね、ありがとうございます。あのまあこの辺でちょっと傷口をちょっと、そうですね、若干舐め合ったところ。尺的に大丈夫ですか。尺とかもういいです、あなたが打ったんだから仕方ないです。すいません。そうですね、2ホール分ありますので、はい、またあのブライソさんのタイミングで、あのあボギーいけそうって思ったらこの企画出してください。ちょっとリベンジしたいです。はい、わかりました。またお願いします。私も修行してきます。はい、はい、ということで皆さんすいませんね、お付き合いいただきありがとうございました。2ホール達成終了でいたします。はい、ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。